今回は、北海道旅行中に雪の中で捨てられて絶望した、ニートのイッチの話を紹介するよ。ニートY37歳。北海道旅行で雪の中捨てられて絶望。北海道旅行中に、捨てられた。マジで辛い。凍え丸に遭難やが、夏ならともかく雪が降ってる中、捨てるのはひどいやろ。飛行機代もないし、北海道でホームレスとかいないよな。北海道にもホームレスはいるよ。どこにいるんだよ。地下街とかにいる。あと前に確か大学に入り込んで問題になったことなかったっけ。道民だけど、一致のことは助けないわ。地下で何日も暮らせないだろ。俺はモグラじゃないんだよ。どうでもいいことで笑い取らなくていいから。北海道も広いからな。観光地？小樽に捨てられた。お土産を買ってくるから、ちょっと待っててねって言われてさ。気づいたら、親も妹も3人ともいなかった。雪が降る北海道って、俺を丸そうとしてるとしか思えない。でも北海道の冬って、倒れてる人を放置したらダメとかなかったっけ？まあ聖丸に関わるからな。北海道に捨てたってことは、まあそういうことや、諦めろ。わざわざ俺を捨てるために北海道に来たのかな。それとも北海道に来たついでに、捨てようと思ったんかな。それを知ったところで、お前にはもうどうでもいいことだろ。小樽なら人が結構いるんじゃね？誰かに助けてもらえよ。コミュ障だから誰にも声をかけられない。地下に入ればいいのか？地下でもどこでもいいから、ホームレスのような人がいるか探してみろ。北海道でホームレスとか見かけたことがない。だよな。親もそういうの知ってるはずなのに、マジでひどい。妹にも捨てられた。そやニートの兄なんて嫌だもんな。強く生きろよ。冬の関東でも寒いのに暖房を入れさせてもらえなくて積んでたくらいやぞ。いくらコートと手袋があっても寒すぎてやってられない。文句ばっかりやな。じゃあどうすんだよ。このまま凍えろってことなのか。そういうことや、頑張れ。なんで置いていかれたのか自分でわからないのか。置いていく方もちょっとひどいけど、置いていかれる方が問題だよな。どんだけ日頃の行いが悪いんだよ。別にただニートしてただけだよ。まあたまにリビングをうろうろしてたら、妹に邪魔って言われたりはしてたけどな。家族なんだから、家の中くらい歩くだろ。何歳？37やが。37のニートは置いていかれてもしょうがないよな。目障りってことだよ。生きてるだけでもダメだってことか。家族に嫌われるようなことはしてないんやが。37にもなって家にいるのが問題なんだよ。妹も32だが家にずっといるぞ。まあ妹は働いてるが。働いてるかどうかは大きいやろ。妹が結婚できていないのもイッチのせいやな。それは違う。何度か付き合ってはいたんやが、いつも別れるんだよ。この前は、付き合ってた相手が既婚者なのを隠してたらしくて、付き合って1週間で破局したって言ってた。なんか家族全体に問題があるんかな。なんで北海道旅行についていこうと思ったんだよ。普通に邪魔だってわかるやろ。たまたまリビングに行ったら家族が旅行の予定を立ててた。まあどうせ無理だよなって思ったけど、俺も行っていい？って言ったら、OKって言われたんだよ。北海道旅行でテンション上がったんだけどな。札幌まで来たら、かくまってやらなくもない。北海道は広いからな。一致のところまで迎えに行くのは無理や。名古屋まで来たら仕事と家をやらなくもない。遠すぎるやろ。今日が初日？2日目？2日目。ホテルはちょっと安めのホテルだけど、昨日は楽しかったな。お土産って言って、すぐ戻ってくると思ったからずっと雪の中、立ってたんや。そのまま、家族と別れることになるとは思わんかった。雪かきのバイトでも申し出てお金貯めて飛行機で帰れよ。GPS で帰れるやろって書きかけたけど、そうか、北海道か。無理やな、頑張れ。ヒッチハイクもできない。それだけイッチに本州まで帰ってきて欲しくなかったんだろうな。ワイもニートやけどいつか捨てられた時の参考になるわ。GPS がダメな場所には行かないに限る。ああ、ラーメンが食いたい。マジで寒い、これ住んでる人たちおかしいやろ。こんな場所によく住めるな。道民は、床暖の効いた部屋でぬくぬく過ごす。床暖ええな。夏ならいいけど、この時期はありえないよな。倒れたふりしたら誰か病院に運んでくれるかな。迷惑なことするなよ、ちょっとは考えろ。雪の北海道か。確かに倒れてるやつとかいそう。そのまま雪に埋もれてればいいのにな。まっま計画通り。Y は家族と仲がいいから旅行にも行くけど捨てられたことはないわ。気を抜いてるから置いていかれるんだよな。自己責任だぞ。スマホを触れる程度なら、まだそこまで凍えてないから平気平気。ひとまずコンビニに入れば数時間は大丈夫だろ。満喫に入る金すらないのかよ。迷子の時とかって交番で金借りれるんじゃなかったっけ。さすがに飛行機代は無理だろ。北海道に不法投棄したやつ出てこいよ。雪だるまにでもなってればええやん。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。公務員の親父、無職の Y が不安を伝えるとこの時間まで話に付き合ってくれた。すまん、深夜2時。パッパやな。コネで公務員にしてもらえ。
コネは無理や。栄養選ばなければよかったわ。なかなかおらんで。普通は知らんわボケ。お前が撒いた種なんやで。で終了。ワイのパッパそんなノリやけど、子供のことやからもっと真剣に考えていいと思うんやけど。父親が撒いた種が一致なんだよな。そう言いながらも心の中では心配してしまうのが親心なんやで。やめてから養ってくれて半年や。もう気が狂いそうで話してもうたわ。ワイも貯金だけはあるから大型免許でも取ろかな。大型もええよな。でもワイは大型系の人らと合わなさそうなんや。怖そう。ほんま営業はやめとけな。業界最大手とか関係ないで。向き不向きやで。ストレスにならんワイみたいなんもおるし。ワイの高校の社会の教師は結構元無職多かったで。教員目指そうや。一致何歳やねん。27や。無駄に頑張ってしもうてこんな年齢や。まだ公務員行けるやん。そりゃ不安になるわね。ワイと同い年やん。ワイは明日から公務員やで。はよねなあかんで。将来食いっぱぐれのない介護やろうかと考えてるわ。20代で介護はもったいなさすぎやろ。それこそ栄養とか SE の方がマシや。栄養はもう無理や。コンビニのおにぎり一つすら食われへんまでになったし。介護は年取ってからでもいいと思うけど、ずっとやって資格取る覚悟あるならそれでもいいな。資格とか60歳過ぎても働けるらしいからな。下手に中小入るよりかは潰し効きそうやと思ったんや。ケアマネまで取れればある程度の給料はもらえるみたいやな。5年実務いるけど、失業保険もらいながら介護福祉士の学校行こうと思ったけど、給料が安かったし2年かかるから結構考えてやめたんを。年金とか不安やから、健康なうちは言葉悪いが規制できる職の方がええと思ったんや。仕事自体はなくなりはせんやろけど、老人に生命力吸い取られると思うんですがそれは。ネットで調べたら女社会ってのと老人が噛んできたりするってのが気になったが、割り切らんと。まあそんだけ覚悟あるならええんちゃうか。頑張るわ。受かるかわからんけど、20代なら警備と介護は顔パスみたいなもんやで。食らいつくわ。底辺に割れとるけど調べたら資格で化ける職員室やし、ネット情報はとりあえずしかとするわ。そこ割り切れるんやったらもっと仕事こだわった方がええぞ。若いうちにできる仕事は限られとる。この年齢で未経験で受かるのは中小とかブラック営業くらいやと思っとる。お前社会人経験者やろ。あとはワイのレスタドレや。それでもそんなこと言うようなら葉っぱかける価値ないわ。適当に生きとけ。不安と焦りが勝ってしまっててな。もちろん公務員も考えるで。金曜の夜にパッパに相談してみるわ。あくまで俺個人の味方や。ほんまに前向きなんやったら介護も全然ええと思う。どうせ中小かブラックしか無理って考え方やったら介護行っても後悔すると思ったんや。まあ頑張ろうや。同年代やしお互い頑張ろうな。ワイ今年で28やけど明後日から公務員やで。自慢っぽく聞こえるやろうけど意外となんとかなるもんや。頑張れよ。眩しすぎるわ。おめでとうやで。言うとくけど社会人未経験やぞ。お前の方が俺より有能や。常に扉は開かれとる。親にできてお前にできへんことはないんやから、あとはお前次第よ。3月、介護の知り合いが今やったらうまる子吹きながらでも飯食えるって言ってて頭痛くなった。うまる子くらいええわ。コネとかなしで実力で公務員行けや。給料クソ安いけど清掃の仕事最高やで。考えてみるわ。マジ？ハウスクリーニング？ビル清掃？休みはちゃんとあるん？清掃容器になっとるねん。テレビ局の清掃。なんか特殊やな。そうか。週6日勤務で土日祝日休みなし、10時間労働とかやってられんかったわ。こんなん無理ですやん。そうやな。結婚は諦めとるから、せめて両親の面倒はワイが責任持ってみるために金稼ぐわ。腐ってられへん。結婚諦めるような容姿とコネ力じゃ、そら栄養なんか務まらんわ。栄養がどうこうより君が身の程を知らんかっただけ。ワイも SEA と思う。会社は雰囲気重視やで。もろ文系やしな。やめて半年くらいでそんな思い悩んでるくらいならまっとうな人生送れるやろ。心配なのは思い詰めて変な方向に行ってしまうこと。親はそう思っとるんやろな。サポートしてくれてる人いるんやから気長に地道に頑張りや。3月やで。親父がこんな時間まで話聞いてくれた。ええ話やな。その後何 JR 丸ねゴミニート。ニートってほんまあかんわ。ワイもフリーターやけど、ただただ不甲斐ないんごねえ。焦って適当に正社員なったらあかんで。ワイみたいに半年で辞めて去年の9月からニートする羽目になるで。正直そうなりそうな傾向はある。もう26やし正社員って響きだけでぐらついてしまいそうになるわ。それはほんまやな。こんな経験1回でも多いくらいや。ワイも元飛び込み営業でメンタル壊した。土曜の夜から鬱やったわ。ほんま辛いよな。そんな毎日予定あるかっちゅうんじゃ。お前らの時代とちゃうやろって。経験者採用で公務員いけるやん。27なら経験者採用じゃなくてもいけるやろ。公務員頑張れ。きっと君なら大丈夫。
最近日雇い派遣やっとるけど、いろんな人がいて面白いわ。みんな生活かかってんやなって感じる。まあ栄養食って言っても飛び込みとルートやと全く違うやろ。飛び込みもきついけど一番は人間関係や。公務員は年齢制限にかからなければ平気やろ。だいたい30未満ならまだ受けられる。ワイも公務員考えたりするけど、公務員になることがゴールになりそうで怖い。なったところでどんな仕事内容になるかもわからんし。なったところで嫌でもやることはあるんやから、それこなせばええやん。仕事してなくて半年で発狂するってニートの才能ないからよかったな。まともな人間の才能あるわ。才能あるやつは5年ぐらいでほやからな。無理やな5年は。ワイも1年越したことはないな。ちょくちょくニートになるけど。ワイも全く何もしてない期間3ヶ月が最高やな。ワイは今回は失業保険関連で半年越しとるわ。下手に金もらおうとすると長引くな。失業保険はあかんよな。ワイもあれに目がくらんでこの状態やし。自己都合やと3ヶ月待機期間あるのがな。支給も小分けやし。ぶっちゃけ再就職の邪魔になる制度やわ。一気によこせや。ほんまそれよな。あれニート増やすだけやで。ワイも26から介護やってたで。どうなん？耐えられれば先やるん？利用者を人と思わない素質があるならストレスは感じにくいで。ただ平の給料安いのでずっとやっていくなら資格取るなり管理者目指すなりしたらいいよ。3月、資格取るのは好きやしやってみようとは思うわ。利用者を人と思わない？わいそういうのが全然できんわ。昔コールセンターで働いとった時、その時対応したお客さんが人の良さそうなおっちゃんとかおばあちゃんとかだったりすると、あの人あの後うまくいったんやろかとか、解決しなくてがっかりしたような感じだと、あの人かわいそうやったなぁとか、後々まで引きずってしまう。ワイには無関係の人なんやけど。正直バイトもフリーターも大差ない。バイトイコールフリーターやん。間違えたわ、ニートとフリーターやった。飛び込みはやめとけよ。それは両親最後まで見とってからにする。いや飛び込み栄養や。ジマルは君には無理や。思考が映っててすまんな。ワイは5年くらいニートしてもなんともなさそうや。むしろニートになりたい。正直金あったら丸沼でニートする自信あるわ。ほんそれ。ある程度金貯めたら仕事辞めてニート生活したい。どうせ不養生やから長生きできんやろうし。ワイ春から飛び込み栄養、震える。3ヶ月くらいは研修あるからそこは楽しいで。ワイのところに習慣なんだよな。心身弱いワイがどれだけ持つかわからんわ。マジか。でも3ヶ月やって同期ワイ含めて3人辞めとるから研修長い短いは関係ないと思うわ。他の会社との比較やなしに耐えれるか耐えれないかで考えてや。耐えれんやろな、多分。数週間後にはワイも君と同じ立場や。せめて1年は試してみた方がええかもね。助けてくれる上司いたら頑張れるで。直属やないけどトップが体育会系で、あっさしってなってるんや。マジで早く脱出せんとワイは壊れる。体育会系でもいいのとダメなのおるからな。最後に上司になったワイのダメ体育会系は口癖が、このままだと席なくなるよ。やったからな。周りは全員的や、とか言い出してるし、やべえよやべえよ。それはやばいセリフやな。協調性ゼロやん。チーム崩壊させたいんかな。家族おるってえな。ほんま話聞いてくれるだけで救われたわ。情けなくて今に顔出されへんかったし。ええ父ちゃんやな。片親だから同性に悩みを聞いてもらえるのが羨ましいわ。ほんま初めてやでこんな相談。パッパもびっくりしたと思うわ。母ちゃんの老後しっかり見たってな。栄養生き生きやっとる上の人がおるけどあれほんますごいと思うわ。精神は病むどころか楽しくやっとるし。ゲームとかやってる感覚なんやろか。ワイも保険の栄養やけど仕事楽しいで。要は考えようよ。FP とか持ってたりするんを？2級んを。役に立つんを？仕事ではそこそこ役立つんを。面接では知らん、入ってから取ったし。まあ外資なんやが、入社は割とガバガバやで。離職率高いし。なんやこの一致。風向青年やんけ。公務員試験を頑張るとええで。ただのクソニートや。なんか公務員ってニートフリーター上がりばっかり採用しててええのかな？この国大丈夫なん？ここでそういう声が多いだけで実際は新卒取りまくってるで。それならええわ。ほとんど新卒で肩身狭いぞ。じゃあええわ。消防士とかは年下でも先に入ってた方が圧倒的に偉いらしいな。25歳ニートも公務員目指していいか？ちなみにフラン大卒。F は相当頑張らないと無理ちゃうか。小中高大全部サボってるからな。時間ならたっぷりあるぞ。3年もあればいけるか。まず本屋で参考書さっと見たりして考えたらええ。あとガチ F なら予備校行った方がええで。基礎がないと独学はきつい。3月。貯金500万くらいあるから予備校行くわ。ボランティア&ボランティアすればなんとか。ごま、ゴミ拾ってこよ。やめた原因は？ノルマ。上司電話注文全部かっさらい。Y ほぼ新規ばっか。
公務員は筆記だけは簡単に通るけどな。市役所も最終まで行ったことあるけど、個別面接で丸んだんを。就職って大変を。わい、調子乗ってたら筆記落ちてなく。Y30、まだ辞めたことを親に言うてない。もう2ヶ月になるわ。激務は無理そうなんやが、簡単で最低限安定している仕事ってないんやろか。ゴミ収集とか。警備。何税を見る限り施設警備が良さそうやな。いざとなれば警備行ってみるで3月。立ちっぱってクソきついで。時間流れるのクソ遅いし。まだ若いし頑張ってみるで。Y は学も施設もないし因果応報やな。Y もいざとなったら施設警備やな。なおスキルは身につかん模様。Y ニート、肩身が狭い。バイトから始めようや。案外フリーターも世の中業さんおるで。12月までバイトしてたけどしんどいわ。働いてるうちは普通なんやけど、いざ辞めたらバイトでも派遣でも新しいところ行くのが億劫に感じる。新しいコミュニティは怖いよな。せやねん。新しいところ行くたび、毎度人間関係構築せなあかんのがほんましんどい。わいもや。自信だけはなくすな、パッパのセリフやで。その経験生かして労働局行こうや。眩しすぎるわ。公務員羨ましいんごねえ。今安倍ちゃんのおかげで国家系なら採用多いから今狙い時やで。わい東北ど田舎民、試しに東京の求人を覗いてみて腰を抜かす。地方は東北やなくても厳しいで。九州とかもひどいらしいから気にせんと頑張ろうな。国家二種ってのが昔あって、わいの友達がそれになったけども、一応旧帝卒やったから公務員の厳しさが身に染みたんごねえ。そいつは真面目さだけが取り柄の人間やったんごねえ。遅くまで付き合ってくれてありがとうやで。うまるこして寝るわ。みんなに幸あれやで。パッパ生きてる間に恩返すんやで。受かったら居酒屋おごるつもりや。わいみたいな出来損ないでもここまで育ててくれた両親には感謝してるわ。なんとかして恩返さなな。思ったよりええ話やったな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。地方元ホームレスの Y が底辺まで成り上がった結果、話聞きたいやついる？いないならやめます。温室育ちのニートのお前らとは違うんや。いないやめろ。同性婚は同性婚を残すだけ？大寒波襲来。ぶっちゃけいらんよね。どうでもええから、勘拾いやってろ。先輩の縄張りは避けろよ。逆にホームレスに落ちた経緯が知りたい。スパイ容疑で公安に捕まった。聞きたいやつマジでいない？いる。一人のために書きます。無駄だと思ったなら無視してね。 Y は小学校低学年の時、親が離婚して母子家庭だったんよ。母親は知的丸外だったのか精神病んでたのか知らんけど、パニックみたいな感じになりやすくて仕事はしてなかった。生活保護かなんかが収入源だったと思う。底辺ってもどのレベルかによる。コンビニバイトレベルか。コンビニバイトなめんなよ。そうやな、わいらのためによう頑張ってくれてるわ。お前はコンビニくんな。コンビニバイトに自信に気負ってくさ。コンビニバイトは底辺じゃないけど30、40歳で店長とかじゃないのにコンビニで働いてるやつは底辺やろ。すぐ30になるんよ。中学の時は学校には行ってた。家にいたくなかったからんだけど勉強はあんまり得意じゃなかった。13の時、高校は行かなきゃあかんなーって感じで、私立は行けるわけがなかったから公立のバカ校に入った。あわいもエッチと同じ境遇だわ。田舎だとバカが私立に行く。とんでもないのは超偏境の公立だったな。中途半端なバカは私立。今思えば中二やが、当時は本気で革命運動にのめり込んでいったわ。高校に上がると自由度が増して同志とつるむようになってきた。おもろない。高校に入ってからは、バイト禁止だったのでバレる可能性の低い居酒屋の厨房ですぐに働き出した。高校は適当に行ってた。なんか別のストーリー混じってるぞ。こういう境遇のやつの共通点、顔はいい。バイトって教師にバイト必要な理由話せば OK になることないか？なるよな。せやな。その時はカッコつけっていうかなんていうか教師に家庭環境知られたくなかったんや。生活保護やったらバレてると思うけどな。多分。バイトしてるんもバレてたけど見過ごされてたのかもな。バカ行楽そうでええな。思春期で家に居づらくて家に帰らないで学校帰り、バイト、駅で朝方まで寝るみたいな生活を結構してた。学校でもういてたわいは次第に学校に行かなくなっていった。な時やったあの人に会ったのは白い髪の20代半くらいの女性。ガソスタでバイト始めて、昼間もバイトするようになった。で、単位足りなくなって留年なって自主退学した。フリーター変化。この時はもう完全に家に帰らなくなっていて今も母親とは一切連絡取ってない。同じスタンドの2個上の家に転がり込んでた。そんな時あった。Y の前に丸苦みが現れたのは。こんぐらいの時からパチンコ、酒、タバコ覚えて貯金もなかった。多分17か18くらい。給料日前、財布に2、3000円全財産入れて、パチ屋に行った。案の定当たるわけなくすぐ吸った。で、隣のジジイが金入ったカード入れたまま電話かなんかで離席した。魔が差した。無所変化。
ヤクザ編はまだか。8000円入ってたカード抜いて別の台で売ってたら、店員が来て肩トントンされた瞬間、速攻逃げたんやけど外まで追いかけられて店員に捕まった。まあそのジジイは被害届出さなかったから大事ならないで金返して済んだ。でもその後バイト先気まずくなって飛んだ。そっからホームレス始まり。若気の至りか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。